どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、以前アップした30センチキューブ気鉱石レイアウト水槽の動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。一時は苔まみれになって大変だったこの水槽、とある生態を入れたことによってめちゃくちゃ綺麗になり絶好調なんですが、そこからどうなったのかを今回はお届けしていきます。自分の動画では珍しい感じになっているので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、前回までは苔がなくなり水槽全体が綺麗になってから水草をバッサリトリミングしたところまでをお届けしました。自分はいつも苔に悩まされているんですけど、こうやって苔がない状態だと本当に水槽内が綺麗で見てて気持ちがいいですね。レイアウト自体は別にうまくなくても、水草が元気で苔がなく水が綺麗だと、それだけで印象がガラッと違います。自分の水槽でもこれだけ美しく見えるんだから、綺麗に管理されたバッキバキのレイアウト水槽なら直接見るととんでもないんでしょうね。そんなうちでは珍しい苔に最近悩まされていない水槽なんですが、苔が消えてからバッサリと水草のトリミングを行いました。普段は忙しさにかまけて、そろそろ切らないとやばいレベルのタイミングでしかカットしていなかったんで、トリミング後の状態が悲惨になるんですが、今回は割と早い段階でカットできたので良かったと思います。やはり何でもそうですが、タイミングが一番大事ですね。同じことをするにしても適切なタイミングを逃すとろくなことになりません。まあこうやって学習しているように見せかけて、また同じことを自分は繰り返すんですけど、そんな感じでバッサリカットした状態がこちら。カットはしましたが、先ほどお話ししたように割と早めにトリミングしたんで、みすぼらしさはありません。後継に植栽しているロタライスピーハラも、頭頂部はさすがにカットした手で貧相なんですが、トリミング直後にしては綺麗な方です。そんな感じでトリミングを行ってから10日後の状態がこちら。パッと見はそんなに変わっていないんですが、成長の早い有形草たちはすでに新芽を展開しております。特に顕著なのはロタライスピーハラで、先ほどの映像とは打って変わって頭頂部に小さな葉がどんどん生えてきました。正直この刈り揃えた直後の新芽が出ているロタラが一番綺麗ですね。どうしても成長が早いロタラはしっかりトリミングラインを意識してカットしても、すぐに成長の早い株が出てきてガタガタになりがちなんですが、一緒のタイミングで刈り込んだ直後の新芽はそこまで成長速度に差がないため、綺麗な頭頂部を拝みつつある程度整った茂みを見ることができます。ここら辺を意識して一番状態がいい水槽の写真を撮影しないといけないレイアウトコンテストは大変ですね。成長の遅い水草は特にトリミングのタイミングを有形草とずらしておかないと、ピーク時にまだ思ったほど成長していなくて困るみたいなことが頻発します。有形草は割と雑にカットしてもすぐに元に戻るんでいいんですけど、陰性水草などと組み合わせるときはそこも気にしておかないと大変なことになります。有形草が綺麗なタイミングなんて本当に1週間あるかないかレベルですからね。まあ茂って綺麗なタイミングは長いんですけど、コンテストレベルになると旬が過ぎる時間が早すぎる気がします。だからなかなかレイコンに出そうとか思えないんですよね。そもそものレイアウトスキルも磨かないといけないですし、そんなこんな知ったかぶりのうんちくを垂れた後に、そこから10日後の映像をお見せします。それがこちら。めちゃ綺麗です。先ほどの映像ではあえて触れていなかった茶苔にまみれて汚らしくなっていたガラスパイプも綺麗さっぱり掃除しました。やはりピッカピカのガラスパイプは見ていて気持ちがいいですね。小型の外部フィルターを使用している関係上、長さ的にもダブルタップが取り付けられず、ガラスパイプを掃除するならフィルターごと取り外さないといけないんです。
なので30センチキューブ水槽のガラスパイプは特にメンテナンスが面倒に感じます。それでもこれだけピッカピカにしたのはこのタイミングでようやくこのレイアウト水槽の水系が完成したと思ったからです。自分の動画ではあまり見られないであろう完成したと言える感じの状態になっています。レイアウト自体はこれ以上変更することはできませんが、現状この水槽が目指していた中で今のタイミングが一番綺麗です。違う水草を植栽し直したりと迷走してはいましたが、概ね理想としていた水系が完成したと思います。特に良かったのは先ほどお話ししたトリミング時期ですね。いつもは後手後手に回っていたトリミングを後回しにせず行ったおかげで、他の水草も生え揃った状態でこれだけ綺麗な赤い茂みを作ることができました。徒長気味になっていたストロギネレペンスや荒ぶっていたオーストラリアンヒドロコティレを整えたのもバッチリなタイミング。特にヒドロコティレに関しては気を抜くとすぐに水中でランナーを伸ばしていくので、気がついたらヒドロコティレまみれになるんですよね。そこをロタラと同じタイミングで切り揃えたことで成長の早いヒドロコティレも新芽を展開し、荒ぶらない程度に綺麗な中景の茂みを演出してくれています。また今回良かった点としては、前景草に成長の遅いコブラグラスとその間にストロギネレペンスを植栽したことです。コブラグラスに関しては本当に成長が遅く、こんなんで大丈夫かなと思ってて、おまけに途中で苔に侵食されて色が茶色になっていたため個人的には失敗だと感じていたんです。それが苔が綺麗になったところから色が戻り生き生きとしだしたので、このピークのタイミングで一番美しい状態に持ってくることができました。正直前景部分の面積が広いとコブラグラスは茂みになるまで相当な時間がかかるので向いていないと感じるんですが、これくらい狭いのであれば長期維持にも向いている素晴らしい前景草だと思います。そしてそれを支えているのがストロギネレペンスです。このコブラグラスだけでは補えない前景草から中景草へのつなぎの役目をしっかり果たしてくれています。有形草なのでそこそこ成長は早いんですが、ロタラのように上へ上へとガンガン伸びていくのではなく、茂みのように徐々に横に展開していく特性はレイアウト素材の足元を隠してくれる絶妙な高さを保ってくれるので本当に使いやすいです。おまけにこのストロギネレペンスが前景部分にまである程度侵食してくれたおかげで、先日したコブラグラスのスカスカ問題をカバーしてくれています。正直ここまで考えて植栽したつもりは全くなかったんですが、偶然にもこの2つの前景層が噛み合ってピーク時に一番いい状態まで保ってくれることができました。これが成長の早いニューラージパールグラスとかを採用していたら、今頃有形層と一緒にバッサリトリミングして後景層はいい感じなのに前景層がみすぼらしいというお決まりのパターンになっていたと思います。本当にコブラグラスとストロギネレペンスを選んだ自分を褒めてやりたいですね。というかこの綺麗な水系を作ることができたのは、何度もお話している通り偶然が重なった結果であり、全て意図して作り上げたものではありません。やはり水草レイアウト水槽を作る上では前景層と後景層のピークタイミングのズレをいかに修正し、全ての水草が一番状態がいいタイミングを作り上げることが一番重要だと感じました。ここら辺は正直場数を踏んでいかないといけないところですね。自分はセンスがないので相当時間はかかっていますが、それでも少しずつ進歩はしていってると感じているので、できるだけ完成したと言えるタイミングを作っていきたいです。以前コメントでも、なんかずっと失敗ばっかで汚い水槽しか見せられてないからもっと綺麗な映像を見せろよと言われたことがあるんですが、おっしゃる通りそのピークの映像をお見せできるようにするのは大事なことですね。ただそこに関しては動画投稿者としてのジレンマがあり、失敗も全てさらけ出しつつ投稿していかないとネタが尽きて活動を継続できませんし、先ほどお話ししたようにピーク時なんてあっという間に過ぎるんで、
動画の本数的には圧倒的に完成までの紆余曲折が多くなっちゃうんです。いつも汚い映像ばっかお見せして大変申し訳ないんですが、水景が完成したって動画はレイアウト水槽ごとに一つだけしか出せないので、完成前からそれ以降の経過報告の動画数が数倍になるのはご了承ください。ちなみにこのピーク時と言っている状態から2週間経過した状態がこちらです。先ほどまでの綺麗なトリミングラインはどこへやら、ロタラ SP ハラがすでに水面に到達し、どんどん前に浸食していってます。このまま行くとすぐに水上葉が展開してくるでしょうね。これだけ有形層は成長が早いので、ピークは本当にあっという間に過ぎてしまいます。というわけでいかがだったでしょうか。自分の動画では珍しく、レイアウト水槽が完成したという趣旨の動画をお届けすることができました。今までの動画ではだいぶ綺麗になりました的な感じで流していた部分もあったので、もう少し皆さんが分かりやすいようにピーク時の映像をしっかり撮影し、ここで完成しましたという報告動画で一つ区切りをつけるのもいいかなと思いました。実際に完成してても動画の一部として紹介しかしておらず、動画の趣旨は別のところにあることが多かったですからね。とりあえず今回のレイアウト水槽はここで完成したので、これからこの水槽がどうなっていくのかは今後もお包み隠さず紹介していきます。また経過を報告していきますので、気になる方は続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。